午後のリサイタル。今日は大阪から福田真一さんのギター独奏で、ヨハン・セバスチャン・バッハ作曲、オスカー・ギリア編曲、組曲第3番 BWV-995 とヴィラ・ロボス作曲スコティッシュ・ショーロを聴いていただきましょう。福田真一さんは大阪市に生まれ、12歳の時から斉藤達也氏に師事しました。昭和41年および42年の日本ギターコンクールに続けて入賞後、フランスに渡り、パリ・エコール・ノルマル音楽院の最高学年に留学、43年首席で卒業しました。この年、南フランスのカルパントラ氏主催の第1回国際ギターコンクールで1位入賞しています。翌年、パリ・エコール・ノルマル音楽院に再入学して研鑽を積み、第4回ガルニャーの国際ギターコンクールで首位、また昭和56年にはスペインのバルセロナで行われた第27回マリア・カナルス国際音楽コンクールのギター部門で第2位入賞。次いでラジオフランス主催の第23回パリ国際ギターコンクールではグランプリ優勝と実績を上げ、今年帰国して各地でリサイタルを開きました。では聴いていただきましょう。福田真一さんのギター独奏で、ヨハン・セバスチャン・バッハ作曲、オスカー・ギリア編曲、組曲第3番 BWV-995 です。Thank you.
Thank you.
ヨハン・セバスチャン・バッハ作曲、オスカー・ギリア編曲、組曲第3番 BWV-995 でした。続いて賞品を一つ、ビラロボス作曲、スコティッシュ・ショーロを聴いていただきましょう。ビラロボス作曲、スコティッシュ・ショーロでした。今日は福田真一さんのギター独奏で、ヨハン・セバスチャン・バッハ作曲、オスカー・ギリア編曲、組曲第3番 BWV-995、 それにビラロボス作曲、スコティッシュ・ショーロを聴いていただきました。大阪からの午後のリサイタルを終わります。Thank you.